イギリス国鉄3 7 1十3 8 1百4 7 1系電車は、イギリス国鉄末期にネットワークサウスイーストセクターが計画した電車で、ネットワーカーシリーズの一員である。サウスイーストイングランドでの運用が予定されたが、いずれも国鉄の財政難により計画は実現することはなかった。2形式とも、 交流25000ボルト河川と直流750ボルトの第三機場の両方に対応する高直量用電車として計画され、ユニバーサルネットワーカーという愛称が付けられる予定だった。371型は、テムズ2000の輸送力増強用。381型は、ビクトリア、チャリングクロスから、ケント沿岸方面、キングスクロスからのグレートノーザン系統。 フェンチャーチストリートからのロンドンティルベリーサウスエンド線などの旧型車を置き換えようとして予定されていた。471型はメインラインネットワーカーと呼ばれ、テント方面の長距離運用の主力だった411系の置き換えようとして計画された。1991年8月に発表されたモックアップによると当時の南西部の最新型だった442系。 ウェセックスエクスプレスと同様の戦闘間通路付きの4両編成、側扉は戸袋を有し、座席配置が2プラス2及び2プラス3の普通席と一等個室の2クラスが設けられたが、両、クラスとも座席の間隔はさほど変わらなかった。広報によると、エアコン、トロリーケータリング、電話エリア、カーペット全体、半自動ドア、一等個室の各席の読書等、 快適さを考慮した背の高い座席、覚醒システム及びボード上のドットマトリックス情報システムが設置されるとされた。1993年に運行開始予定とされたが、1992年の時点で資金不足が伝えられ、それから大きな動きはなかった。371K、381K、471型が断念された後、 その代替として、既存の465系の派生型である365系硬直療養者が増備されることとなり、このうちグレートノーザン系統用の25編成、県と沿岸系統用の16編成、合計41編成が長距離運用に対応する、要設計変更された。テムズリンクで約30年間主力として活躍した319系硬直療養者は、 シーメンスデジロシティファミリーの一部である700型に置き換えられた。一方、エレクトロスターシリーズは南東部のいくつかの長距離ルートで利用されている。375型と377型の両方のエレクトロスターにはクラス700の納入中にテムズリンクによって一時的に運用されていた387型と同様、公直療養のバリエーションがある。現在、 365系の全編成がグレートノーザンルートで使用されている。357型は LTS サービスで使用されている。ありがとうございます。